あー寒いな寒くなってきたな寒くなってきたな寒くなってきたなあそこで寒そうにしてるお兄さん<う>私がこのあったかいあったかいショール巻いて差し上げましょう、はい、スクエアお願いします,すごい寒いですよ、ね、ちょっと四角で元が、ね、すごく寒くて首 <laughs> 元ですねわ、はい、かりました私に任せてくださいちょっとこんな風に斜めに取っていただいてはい。はい すごくかっこいい色ですね。で、こんな風にキュッと巻いていただきます。で、ここを少し開いてこんな風に巻いていただくと、さっきの寒そうな男前からあったかそうな男前に、ねうん、めちゃくちゃあったかいですね。そうなんですよ。すごく暖かくて、これはずらすこともできるので、こんな風に簡単に巻いていただいたら楽しんでいただけると思います。うん、このアクセントが毎日 可愛い,いですねじゃあこれでこの冬あったまってくださいはいまた何かあったら読んでくださいねはい、あ,ね、ありがとうございますじゃあようならちえめさんに巻いてもらって僕めっちゃ暖かくなったんで僕もちょっと誰かに巻いて,巻いてあげようかなそこの暖かそうなお兄さん私にも巻いてくれませんかいいですよありがとうございます僕は巻き方を知らないんですけどはいこうぐるっとぐるっと巻くだけでも どうですかすごいあったかいですね私のはミドルサイズどっちのサイズも素敵ですね、うん、すごい素敵ですねお姉さん巻いてくれてありがとうございますはい寒いわ今日コート忘れてしまったでどうしようなんか羽織るものないかなお姉さんいいのしてるね これすごくあったかいんですよ。あ,ありがとうございます。何 <laughs> ですかこれは。<laughs> これね、はい、私が巻いてるショールの大きいサイズになるんですけど、はい、ーーコート忘れちゃったさよりさんにはぴったりで。はい、<う>かわいい。色も違うんですね。そうなんですよ。今日は黒いから、ちょっと。水色の方、読みましょうか。うん、いい首に巻くのもいいけども、こう、肩からザバッと羽織っていただいても、うん コート忘れちゃった時とかね。ねっかいいあったかいですよ。じゃあ、こっちが長いから、こんな感じで巻いてみます。あめちゃめちゃ軽いですね。そうなんですよ、はい。軽くてあったかい。お姉さん、ありがとう。どういたしまして。はい、みんなあったかそうなねショールで、ウールスクエア、ミダル、ビッグミドル。 お色も形もね、いろいろで今から寒くなっていく季節、ぜひぜひ楽しんでみてください。はい、今日はウールショールの巻き方でした。じゃあね。じゃあね。